史上最大規模の広告契約で引っ張りだこの平野紫仕様、ナンバー、アイグループのメンバーやトベメンバーは嫉妬するのか日本のエンターテイメント界では、平野紫仕様が史上最大の広告契約を結び、その存在感を世界に示しています。その成功により、ナンバー、アイグループのメンバーやトベメンバーといった仲間たちはどんな思いを抱いているのでしょうか平野紫仕様の世界的なブランド契約は、 日本で最も注目され、最も人気のある名前に押し上げました。初めての CM が SNS で大きな反響を呼び起こした YSL であったことは、広告業界における彼の存在感を象徴しています。彼の写真は黒いベストを身にまとい、その効果はなんと収益を540倍にまで引き上げました。これはまさに夢のような数字で、多くの化粧品会社にとっては手が届かない領域の成功です。フランス遠征では、 平野紫耀の存在が国内外の報道陣やファンに大きな反響を呼び起こしました。彼の誕生日は特に注目され、多くのファンが彼に寄せる愛を示すために投資しました。この現象は彼の人気が単なるエンターテイメントを超えて社会的な影響をもたらしていることを示しています。アメリカのタイムズスクエアでのクリップ上映やサントリーの大々的なポスターキャンペーンもその一環です。 彼の誕生日は特に注目され、多くのファンが愛を注ぎ込んでおり、その日を祝うためには相当な投資が行われています。この投資は、単なる物的な贈り物だけでなく、ファン同士の結束を深めるものでもあります。サントリーがヒラの資を特別な存在として祝福し、彼の誕生日をケーキで祝うメッセージを投稿したことは、彼がビール最大手の会社を代表する可能性を示唆しています。 これにより、国内で彼が選ばれた人物なのかについて疑問が生まれました。社会的な注目が高まる中、彼の成功には多くの期待と賛否が入り混じっています。しかし、成功とは裏腹に、平野紫耀は謙虚さを失わず、他者への気遣いを大切にしています。彼の成功は単なる個人のものではなく、周りの仲間たちとの共有の成果と言えるでしょう。彼の内面と外見の素晴らしさに焦点を当て、 その深い愛と努力を通して他者に感動を与えています。一方で、彼に対する否定的なコメントや批判が存在することも確かです。しかし、それに対して彼は傲慢になることなく、自身の動画を通じて真の姿を知ってもらいたいと呼びかけています。このようなポジティブなアプローチは、彼のファンベースに共感を呼び起こし、コミュニティ全体を結束させる一因となっています。翔くんの成功は単なるエンターテイメントの枠を超え、 コミュニティと社会に新たな刺激をもたらしています。彼の物語は、成功の裏に潜む苦労や他者への思いやりに触れることで、より深い感動を生み出しています。どんな試練にも負けない彼の姿勢は、多くの人にとって勇気となり、新しい夢への一歩を踏み出すきっかけとなるでしょう。我々は彼の成功を称賛し、その一方でコミュニティ全体で理解と尊重の精神を深めていくべきです。 彼の物語はまだ途中であり、これからも彼の活躍に期待しているファンが多くいます。彼の成功は、我々全員の活力となり、未来を明るく照らしてくれることでしょう。